私たちは大体いつもここでサボっている気がする。自慢ではないけれど、どちらもそれなりに不真面目だ。島村とはまだ友達とも思っていなかった頃にここで出会った。そんな不真面目な私たちの関係が少しだけ変わる日。アニメ嵐と島村。